ホッピースクール、前回から前が空いて何やってたかわかんねえ。おい高崎、すごいぞこれ、見てみろ。お前のすごいものってさ、だいたいろくなもんじゃねえんだよ。紙飛行機ってこういう感じに流星系っぽく折ると空気抵抗が少なくなった分だけよく飛ぶんだぜ。知ってたか？知らぬ。めっちゃ呆れてるわ。お前はそれよりも勉強頑張らないといかんだろうみたいな顔です。 なんだよそのため息は。黒なぎ、お前には全てをかけて打ち込んでいるものはあるか？突然どうした？え、何言ってんだよ高さ。じゃあ歩いてでもいい、電車でもいい、見知った街並みを越えて知らない場所へと行ってみたいなんて思って。あ、これあれか、前回の謎の少女の物語の話となんか掛け合わせたところあるんかな。知らない場所ってなんだよ。そうだな、例えばあの青い空の向こう側とかな。めっちゃ影響されてるな、カズとめっちゃあの話で影響され始めてきてるぞ。なんか知らんけどさ。何が言いたかったんだろうな。黒なぎ困惑するわ。そしてこの夢の中の話入ったよ。その日の空も青く澄み渡っていた。俺は重い扉を開き、青空に近いいつもの場所へと向かう。そこには一人の少女がいた。いつもの位置でいつものように台本を執筆していた。俺に気づくと振り返って言うのだ。またお会いできましたね。ちょくちょく出会うです。しかし何の進展もないからな、夢の中だもの。だから俺もいつも通りに返す。だな、先輩も相変わらず頑張ってるな。そしていつものように少女は俺に出来立ての台本を片手に演劇を披露してくれた。少女は素晴らしい台本を見事に演じてみせた。すごいすごい、面白かった。続きが気になるぜ。嬉しいです。これは最後まで見ていただかないといけませんね。こっちでも台本どんどん見せてもらうところです。お、望むところだぜ。ぜひとも最後まで見せてくれよな、約束だぜ。カズとの話だとこっちでは結構明るい楽しい話なんだろうな。だけどその日はいつもとはちょっとだけ違っていた。突然少女はペタンとその場に座り込んでしまった。おいおいおい、汚れるぞ、制服のケツの部分汚れるぞ。先輩どうしたんだ？なんでもないです。なんだ、体弱いんかお前。荒い呼吸で、体弱いんだ。なんか体の弱さが出てきたな。明らかに様子が普通じゃない。もしかして体の調子が悪いのか。待ってろ、今保健室から先生を。大丈夫だ、保健室の先生は男にはやべえこと出るけど、多分女の子はストライクゾーン外だから。俺は保健室へ向かって走り出そうとしたが、少女は俺の袖を掴んで止める。先輩、ほんまにか。いつものこと？私、生まれつき体が弱くて、自分でもわかるんです。わかるって何が？そんなことより、カズト君、お願いがあるのです。なんだ先輩、私のことを抱いてとか言うんじゃないでしょうね。このゲームそういうゲームじゃないですからね。少女は俺の目を見据える。 なんだお願いって。明日またこの屋上へと来てください。明日最終日みたいな感じになってるぞお前。明日寿命最終日みたいな、明日死ぬから明日だけは新たに会いたいみたいな感じになってるぞお前。この流れ、俺はここ最近毎日のようにここに来てるけど、
確か明日は日曜日じゃなかったか。はい、ですがもう時間がないのです。朝しだわそれ。先輩、それってどういうこと。ニブチンメお前、鈍いなお前、刺しろお前、この状況からお前。明日がおそらく私のこの演劇ハッピースクールの最終公演となるでしょう。おお。でも有名だからな。なんだろうな、この夢どうにかして、ね、現実をリンクしてくる時があるんかな。目が覚めるとそこは自分の部屋だった。夢の内容は覚えていない。だけど一体何なんだこの胸騒ぎは。何かよからぬものがすぐそばで近づいてきている、そんな気がした。そうやな、ただの夢にしてはさ、何か関係しそうっていうかさ、何か意味ありげやもんな。今日も昼休みがやってきた。あれまた屋上行く行かないの選択肢出てくるんか。なんか最近先輩にかまりっぱなしなんよな。これさ、もう完全にさ屋上に行けって言うような気がするんやけどさ、あえて行かん、あえて行かんわ。前回のパート先輩にかまりすぎてさ、半分以上先輩の時間で終わったけど、今回は先輩パートなしです。ごめんな先輩、これでなくなってもさ、ゆっくり恨まんといてな。俺は昼寝をして過ごすことにする。いや別のイベント見ろや。じゃあ別のイベント見ろやお前。アザー出てきてしもったわ、アザー出てきてしもったわお前。はるか出てきてたわ。もうやっぱり寝てるよおーい、起きないと遅刻するよ。ねえ、数取ったら起きてよ。な、これなんか前にも見たような気がするのは気のせいかな。ねえねえ、カズト、いつまでも改善されないカズトの寝起きの悪さにも困ったものだよ。やっぱりいつものあれ行ってみようじゃないのさ。まだ始まるん。不意に真夏だというのにおかんがした。いや、これはおかんとか虫の知らせというものだろう。やはりこれはいつもの。俺は意識を急速に覚醒させて空気の流れを読むように努める。そしてよかんてつきゅーやけど、あれなんかこれ見たことある気がするんやけど、なんだろう。おはよう。あれ見たことないこれ。やおー、うん、広瀬からちょっと見たことないこれ。楽しいのに。あとはそのなぜ休みで見たぞこれ。あれ見たことないこれ。なんか気のせいかな。やっぱ見とったやんけ。あれ前回のパートでもやったよ今のところ下り。どういうこと強制的に屋上行かされるんやけど、なんだこれ。ゲーム側が先輩ルートへのいざなってきとんやけど、どうにか。だってね、前のパートやって演劇見せられてさ、知らんよこの七筆の方で悩むべきところがあるとかそういうの。いや、調子はどうだい。あ、なんかすっごい浮かない顔しとる少女は。俺の言葉に辛そうな目でうつむいてしまった。調子が良くないことなんて見たらわかるじゃないか。俺は自分の無神経な言葉を反省した。少女はそれから台本も見ずに難しい顔でフクロウとヤドリカリを睨み合っている。少女の気を散らさないように黙って見守ることにした。しばらく経っても少女は相変わらず浮かない顔だった。しかし少女は始めますと言った。唐突やな。どうか今回えらい唐突やな。海に行った日を最後にフクロウはヤドカリの前に姿を。そうやな、前回のお話でさ
フクロウがえらい負担かかってしまったよな。もしかしたら明日来るかもしれない。そう思って過ごしますが、フクロウは姿を見せません。きっと来る。きっと明日こそは。しかしいくら待ってもフクロウが来ることはありませんでした。次第にヤドカリは再び自分の殻に閉じこもるようになりました。ああまたか。フクロウがな、外の世界見せてくれたんやけど、結局その大切な人を失ってしまったことになるんかな。もともとヤドカリはフクロウに連れ出されて外の世界に出ていたのです。そのフクロウがいなくなったことで、殻の中に閉じこもるのはある意味自然だと言えるでしょう。きっかけがなくなってしまって、また昔の自分に逆戻り。きっと明日こそはあなたの笑顔に会える。ヤドカリは殻の中でただフクロウだけを待ち続けました。しかし口の中では待ち続けている自分がいると。きっといつかは初めて会ったあの日のように、青い空の上から白い翼を広げて舞い降りてくれることを願い続けて。終わった。え、終わりなんじゃ。早っ。今回もうちょい続くかなと思っとった。しかもすごい終わり方。劇が終わった。少女は時々悩みながらもこの場面を終わらせた。劇の内容を見てなんとなく少女が苦悩していた理由が分かった気がする。展開が展開だけに台本だって書きづらかったはずだ。一文一文書くのにも悩んで、少しかけて読み直したらやっぱり気に入らなくて、それでまた最初から書き直したりして、床に放られた台本の何度も何度も書き直された跡が何よりも何別って読むんだこれはに、それを物語っている。そんな少女に対して俺は抱きしめてあげたいわ、抱きしめてあげたいわ。抱きしめられないんだったらせめて頭撫でてやるわ。俺は無言で少女の頭を撫でた。困惑する。少女は驚いた表情でこちらを見る。でも嫌がってはいないようなので撫で続ける。とうとう頬をあくらめる絵が出てきたぞ。しまいには少女は照れてうつむいてしまった。しばらく経った時、少女はふとぽつりと言った。あの、劇について意見を聞かせてください。悲しいわ。そう言われても悲しすぎてさ。ん？何かな。フクロウは一体どこへ行ったのだと思いますか。また答えにくいこと、また答えにくいこと。攻撃での現在の最大の謎、それは言わずと知れたフクロウの失踪である。一体どこに行ったというのだろうか。こんなにも自分を慕ってくれているヤドカリを置いて一体どこへ行くというのだ。どこへ行くって、俺は答えに窮して黙ってしまう。そんな俺をまじまじと見つめる少女だったが、そうですか。女はさ、あえて物語としてね、語らずに置いておいて、それぞれの聞き手のね、考え方にね、任せるような感じのスタイルを取るあれかな。少女はつぶやくと、突然荷物をまとめ始めて立ち上がった。それでは私は少し早めに失礼しますと言って屋上から足早に出て行った。ちょっと。俺はその背中を呼び止めようとして気づいた。そういえば俺、彼女の名前も教えてもらってない。今更やんけか。前にも聞こうとしてさ、失敗したっていうかさ、おっちゃかされたけどな。こんな BGM 流すな今頃お前。
名前を知らない相手を呼び止めるときは一体何て言えばいいんだよ。少女の姿が見えなくなってからもうしばらく俺はその場に立ち尽くしていた。変な終わり方した。意味ありげな終わり方した。うわだんだん悲しい系の話になっていくんじゃないか。雷ない夜時、その日の空は泥水のように濁っていた。雨まで降っていた。雨の日は頭が重くなる。雨の日は何もしたくない。だけどなぜか少女のことが気になった。まさか黒天気だ、屋上になんているはずがない。そう思ってはいたが、俺の足は屋上へと向かっていた。うわやばい、ほんまに青春もの、ちょっと悲しい青春ものの恋愛ゲームみたいな感じになってるぞお前。やがて俺はいつもの重い扉を開いた。だけどその日もそこには一人の少女がいた。風に吹かれ倒れそうになる体をフェンスを掴んで必死に支えながら、それでも俺の姿を見るといつもの笑顔でこう言った。先輩、夢の話じゃー、夢の話の方じゃったあれ、謎少女ってそっちの方だったんだ。先輩って言うてか、あれ先輩だったっけみたいな感じだと思っとったけどさ、夢の話じゃったわ。夢の方の話だったんやな、これ。どうして、こんな日なのに。今日じゃないと、ダメでしょうから。うわ、そうだった。どうして、わざわざ、雨の日なんかじゃなくても。なんだかこの前から体の調子がおかしいんです。うまく動いてくれなくて。今もこれじゃ演劇できないですね。やらなくていい、やらなくていい、寝てろお前は家で。先輩もういい、保健室に行こう。ハッピースクールってこんな悲しいゲームだったっけ。仲間たちのバカやってさ、夏を過ごすようなそういうゲームだと思っとったんやけど、少女は俺にもたれるように倒れかかる。先輩、嘘だろ、しっかりしろよ先輩。先輩かやな、誰だよかなや、かやな、誰だ、黙りつけるな飛び降りると、そこは自分の部屋だった。目をこすると、熱いものが触ってくるのに気づく。あれ？俺、泣いて。なぜかはわからない。夢の内容だって、覚えていなかった。だけど、なぜか無性に悲しくて。俺は布団の中で一人、わけもなく泣いた。ここでわざわ出てくるの。目が覚めると、教室には誰もいなかった。電灯がついておらずに薄暗い。今日は確か終業式だったはず。なのにどうして誰もいないんだ。すでに式は終わってしまったのか。だとしたら誰か起こしてくれても良さそうなんだけどな。今のは何時だ。教室に備え付けられている壁時計を見るが、その時計は正午ぴったりで止まっていた。電池切れかと思ったが、そうではないようだった。時計のケースガラスにはひびが入っていたのだ。誰かが何かをぶつけて壊してしまったんだな。はるかがバスケットボールでもぶつけたのかそんなことするか。いや、そんなはずはないか。はるかは数日前に足を怪我して
バスケットボールができなくなってるしな。いや、えらいこれ、えらいから真実ってできとんねえか、おい。すべてが嫌な方向に向かってる世界線になってるよ、これ。だとしたら、これは一体誰が？他に思いつくのは黒谷だが、あいつはここしばらく無断で欠席してる。おらんかったらおらんかってて、あいつなんか嫌やわ。連絡も取れてないし、どうしたんだろうな。少し心配になってきた。まあ、黒谷ことはどうでもいい。やっぱどうでもいいになってしまってるな。今は事態の把握をしなければならないな。外を見る。薄暗いが、まだ夜にはなっていなさそうだ。当然か。何時間寝てれば夜になるんだよな。はは。廊下へ出てみる。しかし、人影は見当たらない。少し歩いて、他の教室を覗いてみる。どの教室からも、人の気配が全く感じられなかった。正確な時間はわからないが、昼過ぎから夕方前だろう。毎度修業式が終わっても教室に残って日暮れまで喋っている生徒が必ずいるものなのだが、今回に限ってどうして誰もいないのだろう。その時、どっか遠くからピアノの旋律が聞こえてきた気がした。なんだよ。普段ならばきっと喧騒でかき消されてしまうに違いない弱々しい旋律。俺はその旋律に惹かれるようにして歩き出す。旋律は体育館から聞こえてくるようだった。なんだこれ、いきなりホラーゲーム路線に入ってきたぞ。おい、俺は体育館へと足を踏み入れる。体育館に入って最初に目に映ったのは幕の降りたステージだった。確か今日は終業式が終わったら生徒会主催の夏祭りが行われる日程だったと思う。そして高野祭の等のイベントはここの体育館で行えるのが通例だ。だからステージにライトが余計にセットされていたり装飾がなされているのは納得できる。だけど理解できないのは、わざわざセットしたその装飾がことごとくめちゃくちゃにされていることだ。え？なんだ、終業式間際にいきなりさ、誰かがいたずらし始めてるということなのか。ステージライトも客室席のパイプ椅子も全て乱雑になぎ倒されている。その時、唐突にライトのいくつかが赤いを灯す。その光が集まる先には、まるで俺にそこに座れと言わんばかりに一つのパイプ椅子が用意されていた。俺は赤いに導かれるようにその席に着く。それにしても、この旋律はどこから聞こえてくるのだろう。そういえばステージの脇には大きなグランドピアノがあったはずだ。今この幕の向こう側で誰かがピアノを弾いている。一体何者か、何のために。確かめるために幕の向こうに見に行くべきだろうかなどと迷っている間に、旋律が止んだ。そして幕が開いた。あ、やばい。ミステリーの話や、お前。夢の話や、夢の少女やね。夢の国のアリスでも始まったかのような BGM 流れてきたぞ、お前。そこにいたのは、あの少女だった。そして、その手には、イズのパペット。君は？少女は、俺の方を見て、神妙な面持ちで礼をした。劇が、始まるのだ。俺は、まるで魔法のように、少女の劇に引きつけられていた。こんな感じで劇やるん？いつものあの森で、ヤドカリは今日もフクロウを待っていました。しかし来るのが遅いようなので、少し殻の中に入って一眠りすることにしました。すると
ヤドカリに向かって殻の中に潜む闇が語りかけてきました。お前はどうしてあのフクロウをそこまで信頼できるんだ。決まってるよ。あれだけ優しいんだもの。いい人に決まってる。愚か者め。え？どういうことだい？その優しさがどこから来ているのか考えたことはないのか。あなたの優しさはどこから？バファリンやないか。バファリンには優しさが混ざってるからな。それは考えたこともありませんでした。いえ、ただ単に考えたくなかっただけなのかもしれないのですが、どうしてフクロウがお前に優しくしてくれるのだ。わからない。でもきっと悪いことじゃ。今まで鳥たちがお前に対してどのような仕打ちをしてきたか忘れたわけではあるまい。忘れられるはずはありませんでした。今まで接触してきた鳥類はすべて例外なくヤドカリに襲いかかってきましたから。はあ。くちばしで疲れた傷は癒えても、その記憶は決して忘れられません。フクロウとて所詮は鳥だぞ。なのにどうして信頼できると決めてかかるんだ。それはフクロウも悪い生き物でない確証はどこにだってありはしない。それをよく考えてみろ。違う、そんなことは。どうしたんだ。こうだみも出てくる。お前フクロウワンちゃん聞いとっただろうっていうレベルでタイミングで聞いとった。なんでもない。タイミングが良すぎだろお前。殻の中からなかなか出てこなかったからね。心配しちゃったよ。いつも通り優しいフクロウさんだ。ヤドカリはフクロウの曇りのない笑顔に安心しました。しかし、ところで明日は暇かな。え、どうして。明日もこうやって来たいと思ってね。ダメかい。別に構わないけど。答えた後にヤドカリは違和感に気づきました。なんだ。どうして今回に限ってそんなこと聞くのだろう。今までフクロウがそのようなことを聞いてきた試しは全くありません。ヤドカリがここにいると勝手にフクロウが来る、それだけのことです。アポ取ってんだよ。それまで取らなきゃいけなかったアポを取ってんだよ。勝手に生きてるっていうのはあまりよろしくないよ。どうして。信じたくはありません。ですが普通と違うのは事実なのです。フローは鳥だ。悪い生き物でない確証はどこにだってありはしない。分かってる。だけどフクロウさんは違う。フクロウは鳥だ。鳥類がお前にすることといえば一つだろう。違う、フクロウさんはいい生き物なの。だったら奴の宣告の問いは何だ。なぜ今さらそんなことを聞く。おお、演技力が高いな。多分同じ人がやいよんだろうな。ヤドカリとこの言葉のメッセージの人。それは何か理由があって。理由なんか明確じゃないか。もう本当は気づいてるんだろう。え、お前を誘い出し食い殺すために決まっているだろう。お前がいることを確認する必要があるとしたらそれだけだろう。それとも他に思いつくことがあるのか。闇の声が嫌な予感へと誘ってきている。ヤドカリにも思いつくことは他に何一つありませんでした。それでもフクロウのことを信じられるのか。もういい加減に事実を受け入れたらどうだ。気のせいか目の前の闇がどんどんと膨れ上がっていくような気がしました。そして膨れ上がった闇でとうとう視界が塞がって何も見えなくなってしまいました。翌朝、森の中がもやが立ち込めてお互いの姿も見えなくなっていました。
クロウは早朝からやってきました。来たなフクロウ。やあ、おはよう。お前はどっちなんだ結局は。今日は早いんだね。なんだか君に会うのが楽しみで寝つけなかったんだ。お前の味を想像して眠れなかったんだと。よそうなんだ。そんなに私を。それでね、今日は君に渡すものが。近づいてくる。とうとう私を。私を。こっちだって。やだかりは、何読んでもだ。ハサミを合わせて音を立てました。すると轟音とともに白い翼が散りました。あ、そして親の中から出てきたのは用事を抱えた漁師が歩いてきました。仕留めたみたいだね。え、漁師と結託しとる。ヤドカリがいつの日か漁師と結託しとる。そう、ヤドカリは昨夜のうちに鳥殺しの漁師に頼んで護衛してもらっていたのです。なんてこった。所詮は鳥なんだね。その時の近くに何かが落ちているのを発見しました。絶対これは悲しい話になってくるやつじゃ。ヤドカリが近づいてよく見るとようやくそれが何であるかが分かりました。それはフクロウ自身の羽で作られた小さな翼でした。あ、これは何。ヤドカリにはそれが何を示すものなのか分かりませんでした。しかしそれを考える前にヤドカリは気づきました。漁師の銃が今度は自分の方に。おい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 、おい、おい。さて、ヤドカリの味はどんな味だろう。おい。漁師は銃口をヤドカリの体に。契約違反。それは契約違反やで。それは契約違反やで。だい。再び銃声が響き渡りました。契約違反やんそんな。誰もいなくなり。予想の斜め上やんけお前。ヤドカリは残しとけよお前。劇が終わった。そしてそれと同時に俺も我に帰る。しかし次の瞬間、体育館中のライトが一斉に落ちて辺りが真っ暗になる。俺はとっさに近くに転がっていたライトを拾って点灯する。そしてその明かりを頼りに舞台裏へと上がっていく。しかし舞台裏には少女の姿はなかった。ただそこには引き裂かれたノートが落ちていた。それは劇の台本のノートらしい。あの少女を探さなくては。この学校はおかしくなっている。全てが狂ってしまった。そしてあの少女が何かを知っているに違いないと直感が告げている。少女がいつもいる場所といえば屋上。扉が開く。いつの場所に少女がいた。答えてくれ。この学園で起きている変異の元凶は君なのか。少女が答えない。もしも君が全ての黒幕だとしたら俺は本当に全て忘れてしまったのね。何をだよ。許さない。絶対許さない。何のことだ。許さない。そんな恨みの話だったん。許さない。許さない。少女はうつらの目で同じことを何度も何度もつぶやきながらスカートのポケットに手を入れる。 おい一体何の。許さない。少女がポケットから出したのは冷たく輝く刃物。許さない。少女は刃物を俺に向かって構える。その瞳に燃えるのは怒り、そして明らかな敵。許さない。少女は歯を振りかざして向かってくる。間一髪俺はそれを避ける。刃が宙を切る。本気だ。少女は本気で俺を殺そうとしている。やはり
この学校を狂わせたのはご少女の仕業なのか。許さない。少女は闇雲に刃を振るってくる。先ほど試みるが、その動きに全く予測がつかない。刃が避けきれなかった俺の髪の先を散らす。学校を狂わせたのが少女だとしたら、一体何のために。考えられる可能性はただ一つ。俺をこうやって殺すために他ならない。許さない。なんでだよ、なんで殺しにかかるんじゃ。俺お前なんかやったか。少女の刃が俺の方をかすめる。俺は楽しかった。この屋上で少女の劇を見たり、少女と一緒に語るのが本当に楽しかった。それらは少女、彼女の人にとっては全て俺をおびき寄せて殺すための罠だったのか。うわー、ちょっと待って、なんかもうヤドカリとフクロウの物語の中でフクロウが取ったかもしれないような感じの展開やめろお前。背中に当たるのはフェンスの感触。もう避けきれない。少女の刃が俺の腹を貫く。もしもそうだったとしても、俺は君に会えて本当によかった。なんじゃこれ。